どうして？罪が積み重なって帰り見るまでもなく過ぎ去っていく。それでも僕は誰に何を言われてもあなただけを守りたいな。よろしくお願いします、先生。手加減はなしていくぞ、カナタ。はい。始め。俺がみんなを守ってあげる。教えたことをしっかり守…はい、これくらい俺にとっては朝飯前です。その辺の魔物の退治くらいなら楽勝ですよ。頼もしいね。でも油断は禁物だよ。そうだ、クレス先生、俺もう次のステップに進んでもいいと思うんですよね。うん、ああ…うん、カナタは教えたことを真面目にやっているし、次のステップに進んでもいいかもね。やった、さすがグレス先生だ。先生。そうだ、よし、カナタ、僕もサポートするから、この魔物との実戦をやってみよう。え、あれくらい俺一人で倒してみせますよ。次のステップに進みたいんじゃなかったのかい？さらに強くなるための戦い方を学ばないとね。ああ、はい、お願いします。
すがですグレス先生。よし、そろそろ引き上げよう。今日はここまでかな。ありがとうございました。本当に強くなったね、カナタ。ぼやぼやし、それは困りますよ。大丈夫、先生だったらもっと強くなれます。あ、悪気はないんだろうけど、このどうかしたんですか、先生。いや、なんでもないよ。とにかく剣の鍛錬に終わりなんてない。慢心せず、これからも頑張ってほしいな。はい、もちろんです。俺はもっともっと強くなりたいんです。みんな？はい、身寄りのないみんなはとても、だから俺が守ってあげなくちゃ。君のその正義感は正しいし、優しさは尊いもの。あなただってまだ子供なんだ。俺はもう子供じゃありませんよ。ちゃんとみんなを守ってあげられます。うん、そうだね。このまっすぐさは、カナタのいいところだ。優しいだけど、まっすぐすぎるからこそ、危なっかしくもある。クレス！大変！どうしたんですか？雑貨屋のとこのばあさんが、頭を打っちまって、意識、すぐに手当てしたいんだが、医者の先生は別の休館で手。わかりました。僕が行きます。応急。そう思ってここに来たんだ。でもどうして頭に怪我なんて。どうやらばあさん強盗に。犯人は修道院のガキらしい。今村の若い衆が問い詰めに行ってるから、すぐ吐く。ちょっと待ってください、今の本当ですか？犯人が。ああ、カナタ君、あそこには一人問題児がいるだろう。ナッシュだったか。あの子は村の作物や雑貨をよくちょろまかすか。その感じで今回は金を盗もうとして、もみ合いにでもなったんじゃないか。それって決めつけじゃないですか。ナッシュはそんなひどいことは絶対。クレス先生、俺すぐに修道院に戻ります。ナッシュの無実。わかった。だけど修道院までの道は魔物も多い。はい、急がないと。